チキル博士とハイド氏スティーブウンソン前回の続きからですさあさあと弁護士が言ったお前の言うことには何か最もな理由があるということは私には分かってるよプール。 何かひどく不都合なこことととがあるということはわかる。いうはわそれがどんなことだか私に言ってみてごらん人殺しか何かがあったのだと私は思います」とプールはしわがれた声で言った「人殺しだと?と」と弁護士は非常に驚いてそれでいくらか腹立たしくなって叫んだ。 どんんなな人殺しなんだこの男は何のことを言ってるんだ私にはどうも申し上げられませんという返事であった私とご一緒においでくだすってご自身で見ていただけないでしょうかアッタスン氏はそれに答える代わりにただ立ち上がって帽子と街灯等を手に取った。 しかし彼はその召使い頭の顔に大きな安堵の色が現れたのを見て不思議に思ったまた彼がついてこようとしてぶどう酒を下に置いた時それにはまだ口がつけていないのを見てそれも不思議に思ったその夜は風の強い寒いいかにもその季節らしい三月の夜であった 青白い月が風に吹き返されたかのように仰向きになってかかっていてまるで透き通った寒冷差のような薄雲が一つ空を飛んでいた風のために話をすることもできず顔には赤いまだらができたおまけに風に吹き払われてしまったように街路にはいつになく一通りがなかった アッタスン氏はロンドンのこの部分がこんなに人気のないのはこれまでに見たことがないと思ったくらいだった彼は人通りがあればいいがと思った人間に会って触れてみたいというこれほどに激しい欲望を感じたことはこれまで一度もなかったどんなに払いのけようと努めても 何か災いが起こってきそうな強い予感をひしひしと感じないではいられなかったからであるスクエアのところまでやってくるとそこは一面に風と埃こり戸が舞っていて庭園の細い木々は柵にぶつかっていった途中ずっと12歩先に立って歩いてきたプールは ここへ来ると道の真ん中に立ち止まり身を切るような寒さなのに帽子を脱いで赤いハンケチで額を拭いたけれども急いで歩いてきたには違いないが彼が拭ったのは急いだための汗ではなく何か喉を締めつけられるような苦悩の油汗だったなぜなら彼の顔は蒼白であったし 口を聞いたときにはその声はかすれて途切れがちであったから「さあ旦那様」と彼が言った「参りましたどうか神様何も変わったことがございませんように」「アーメンプール」と弁護士が言った そこで召使い頭はひどく用心深いやり方で戸を叩いた戸は鎖のついたまま少し開かれてうちから誰かの声が尋ねた「あんたがねプールさん大丈夫だよ」とプールが言った「戸を開けてくれ」2人が入ってみると 広間は赤々と明かりをつけてあったそしてその炉の辺りに家じゅうの召し使いが男も女も羊の群れのようにごたごたと寄り集まっていたあったすん氏の姿を見ると女中が急にヒステリックなすすり泣きを始めたし料理女は「あらありがたいあったすん様だわ」と叫びながら まるるでで彼ににきつこうとでもするように走り出てきた。「なんだどうしたんだみんなこんなところにいるのか?」と弁護士は気難しく言った「大層不したらで体操不定祭だご主人が見られたら機嫌を悪くなさるぞ」「みんな怖がっているのですって」とプールが言った。 黙ってひっそりしてしまい誰一人として言い訳するものもなかったただ例の女中だけが声を高くして今では大きな声を出して泣き出した「静かにするんだ」とプールが彼女に言ったがその口調の激しさは彼自身の神経も乱れていることを示していた。 そして実際その娘が急に泣き声を張り上げたときには皆ぎょっとして恐ろしいものでも待っているような顔つきで奥のドアの方を振り向いたのだったさあ」と召し使い頭は言葉を続けてナイフとギボーイに言った「ろうそくを一本渡してくれ」。 私たちはすぐに片づけてしまおう。それから彼はあった寸死についてくるように頼み裏庭の方へ案内した。さて旦那様。と彼が言った。なるべくお静かにおいでくださいまし。あなた様に先方の言うことを聞いていただきたいのでして。 先方にはあなた様のおられることを聞かれたくはないのですから。でよろしいですか旦那様。もしひょっとしてあなた様に入れと申しましてもお入りになってはいけませんよ。あった寸子はこういう思いがけないことになったのでビクッとして倒れんばかりになった。けれども勇気を振るい起こして。 その召使い頭について実験室の建物の中へ入り網かごだの瓶ビンダの,のガラクタの転がっている外科の階段行動を通り抜けてあの階段の下まで来たここへ来るとプールはあった寸時に一方のそばに立って耳を澄ましているようにと合図をしそして自分はろうそくを下に置きはっきりとわかるような 異常な決心ををして階段を上り、書斎のドアの赤いらしゃを少しブルブルした手でトントンと叩いた「旦那様アッタスン様がお目にかかりたいとおっしゃっておいででございますが」と彼は声をかけそう言いながらも弁護士によく聞いているようにともう一度激しく合図した。 ドアの内から声が答えた。「誰にもお目にかかれないと言ってくれ」とその声は不平そうに言った「はいかしこまりました」とプールはなんだか得意そうな調子で言ったそしてろうそくを取り上げるとあった寸子を導いて引き返し裏庭を通って大きな台所へ入った。 そこには火は消えていてカブトムシが床の上に飛んでいた。旦那様、と彼はアッタソン氏の目を見ながら言った。あれが私の主人の声でしたでしょうか。声がひどく変わったようだな。と弁護士は真っ青になりながらも相手を見返して答えた。 変わったですって。まあ、さよう、私もそう思います。と、その召使い頭が言った。二十年もあの方のお屋敷に奉公しておりながら、そのご主人のお声を聞き違えるなんてことがございましょうか。いや、旦那様、ご主人は殺されたんです。神様の名前を呼んでめいておられるのを、私たちが聞きました8日前に、 殺されたのでございますご主人の代わりに誰があそこに入っているのかまたそのものがなぜあそこに残っているのかということは神様に叫ぶような恐ろしいことなのですよアッタスン様それはずいぶん妙な話だなプールそれはむしろとっぴな話だよなあお前。とアッタスン氏は指を噛みながら言って 仮にお前の推測通りだとしてもジキル博士がその「そうだ殺されたとしてもだその殺害者が一体何のためにそこに残っているんだそんなことはどうも辻褄が合わんな理屈に合わないよ」「まあアットスン様あなた様を納得させるのはなかなか厄介ですがでもそのうち納得させてあげましょう」とプールが言った。 この一週間というものは、その人間だかなんだか、とにかくあの書斎の中にいるものが、夜となく、昼となく、何かある薬を欲しがって、わめいているのでございます。そしてそれが、気に入るのが、手に入れられないのです。紙っきれにご自分の注文を書いて、それを階段の上に投げ出しておくというのが、時々あの方の、というのはご主人のことですが、癖でした。 この週はそればっっかりだったのですただ紙ばかり出してあってドアは閉め切きりで食事さえそこに出しておくと誰も見ていない時にこっそりと持ち込むといったふうなんででね旦那様毎日毎日いや一日に二度も三度も注文や小言が出まして私はロンドン中の薬物屋を駆けずり回されているのでございます。 私が薬品を持って帰る度ごとにいつも決まって「これは純粋の品ではないから返してこい」という紙と別の店への注文が出るのでした「その薬が何のためですか旦那様とてもひどく入り用のようでございます」「その紙というのをお前はどれか持っていいかね?と」と会った寸志が尋ねた。 プールはポケットの中を探って一枚のしわくちゃになった手紙を手渡した。それを弁護士はロウソコの近くに身をこごめて注意深く調べた。その内容はこうなっていた。ジキル博士は猛証会に申し入れます。猛証会の今度の見本は不純品で、J 博士の目下の目的には全く役には立ちません。 1800×× 年に J 博士は「M 商会からかなり大量の購入をしたことがあります。どうか最も念入りに注意して探し出し同じ品質のものが多少でも残っていましたならそれをすぐに J 博士のところに送ってください。費用は問題ではありません。J 博士にとってはこの薬品はこの上もなく重要なものなのです。 ここまでは手紙はすこぶる落ち着いて書いてあったがここでペンが急に走り書きになって筆者の感情が抑えきれなくなっていった。ご賞だから私にあの前の品を少し見つけてくれ。と付け加えてあった。これは妙な手紙だ。とあった寸子が言った。 それからきつく、「どうしてお前はこれを開けたんだ?」と言った「猛商会の男が大変に腹を立てましてね旦那様それをまるで紙くずのように私に投げ返したのでございます」とプールが答えた「これは確かに博士の筆跡ではないか?」。 と弁護士が言葉を続けた私もそうらしいと思いましたと召使いは少しむっつりしていったそれから声の調子を変えてけれども筆跡なんぞ何でしょうと言った私はあの人を見たんですあの人を見たと たたは聞き返したそれでそれなんですよとプールが言ったそれはこういうわけなのでございます私は庭から階段行動へいきなり入ったことがありましたするとあの人がその薬かそれとも何かを探しにこっそり出てきていたらしいのですと言いますのは 書斎のドアが開いていまして、あの人がその部屋のずっと向こうの端で網かごの間をしきりに探していたからで。私が入ってまいりますと顔を上げ、何か叫び声のような声を立てて2階の書斎へ駆け込んでしまいました。私があの人を見たのはほんの1分間くらいのものでしたが、私はゾッとして髪の毛が頭に突っ立ちました。 ねえ旦那様もしあれが私の主人でしたならなぜ顔に覆面なんぞをしていたのでしょうもし私の主人でしたならなぜネズミのような叫び声なぞを立てて逃げていったのでしょう私はあの方に随分長らくご奉公しておりますそれにとその男はここで言葉を切って片手で顔をこすった これは何もかも非常に妙なことばかりだ。とアッった寸氏が言ったしかしどうやら僕には分かりかけたような気がするお前のご主人はなプールきっと病人を非常に苦しめて顔形も変えるというあの病気の一種にかかられたんだそのために多分声が変わっているんだと思うそのために覆面をしたり 友人を避けたりしているのだろうそのためにその薬を探してその薬でかわいそうにあの男はどうにか回復しようという望みを持っているのだろうどうかその望みが叶えばいいがこれが僕の解釈だ随分痛ましいことだがなプール考えてもぞっとするようなことだしかしこう考えればはっきり分かって自然だし ちゃつじつまがあっていろんな途方もない恐れを抱くこともいらなくなるよ。旦那様、と召使い頭は顔色を変えながら言った「あの者のは私の主人ではございませんでした。本当でございます。私の主人は」とここで彼は辺りを見回して。 それから声を潜めて言い出した「背の高い立派な体格の方ですがその男は随分ご男でございました」「アッタスンは抗議しようとした」「まあ旦那様」とプールが大声で言った「あなたは私が20年も奉公していて」 自分のの主人がわかからなないいと思いになるのですかご主人の頭が書斎のドアのところでどの辺まで来るかこれまでずっと毎朝毎朝そこで見ていながらそれがわからないとお思いになるのですか家旦那様覆面をしていたあの男はジキル博士ではございませんでした何者だったかということは神様だけがご存知です 決ししてでではございませんでしたよで。人殺しがあったのだということは私は心から信じているのです。プールと弁護士が答えたお前がそう言うなら確かめるのが僕の義務になってくる僕はお前のご主人の気を悪くしたくないのは山々だしこの手紙を見るとご主人は「 まだ確かに生きておられるようで大変迷うのだが私はあのドアを押し開けて入るのを自分の義務と考えよう「あああったすん様、ま、それはごもっともです」と召使い頭が叫んだ。